こんにちは、速稼塾の久保です。今回も AI アートをちょっと作ったんで見ていただきたいと思います。今回はですね、まあ女の子をちょっと描いてみたっていうか、私が描いたわけじゃないですけども、設定してみたんですよ。で、まあ、別に何かね、注文つけたわけではないんですけども、AI がセレクトして、まあ何枚かね、画像の方出してくれましたんで、それに後付けを私が解説するみたいな感じですけども、さあ、どのぐらいの解説ができるものでしょうか。どんな女の子を AI アートが描くのか、こちらをどうぞ。はい、まずは二人の女の子がね、出てきましたね。女性であるってことはわかるんですけども、何をしてるのかとか、何をしようとしてるのかってことは全くわかりません。まあけどね、アイドルチックな、何ですかね、今で言ったら VTuber 系アイドルみたいなのがね、いるのかなという感じでございます。はい。あ、これはもうチアリーディングですよね。何か応援しようとして、後ろの方は盛り上がっていて、リーダーは、今から始まる応援の号令をかけようとしているところなのかなと思っちゃいますね。海に来たバカンス中の女性ですかね。なんかこうね、独特の雰囲気ありますよね。お目目の焦点が合ってないところとか、なんか作ってるのか作ってないのかわかんない表情とか、それでいて水着はみんなこうおしゃれで、ネックレスとかもね、かかってるのかなと。向こうに見えるのはタヒチのボートですかね。いい天気ですね。これはメイドさんのようにも見えますし、何か雑誌の表紙のようにも見えますが、やっぱこういうものっていうのは、AI がランダムで作ってますので、見てる人が自分の世界観をより深めるか広めていくっていうふうな受信力が、楽しみの、このね、源泉になるのかなと思います。もう与えられるようなアートではなくて、自分で引き出すアートっていう楽しみ方ですかね。あ、これはなんか、こう、あれじゃないですか。クラスメイトみたいな感じで、後ろにいるのが先生かなと想像しますけど、皆さんどういうふうに見えます？これどういうふうに考えるかとみんな違うんで、正解ないと思うんですよ。うん。漫画のなんかね、表紙にも使えそう。もしくは、これからなんか、先生に会いに行くんだ。もしくは、後ろにいるのが先生とかではなくて、なんか悪のね、ボスであって、倒しに行くんだみたいな感じかもしれませんね。はい。これもなんかちょっとメイドさんみたいな感じですけども、何をしてるんですかね。バックは海ですかね。はい。これもチアリーダーですね。ちょっとアングル的にはちょっとセクシーなところから撮ってますけども、こう映ってる方の表情っていうのは、本当になんか見たこともないようなテイストですよね。で、頭身が高いところを見ると、やっぱ高校生ぐらいの方がいっぱい集まって、最後のフィナーレでバンザーイってやってるところかもしれません。はい、これもなんかメイドさんっぽいですよね。ただ何をしてるのか、踊ってるのかな、パフュームみたいにね。あ、これもチアガールの皆さんですね。ハーフタイムで中央に揃ってわーっと応援してるところでしょうか。なんかフットボールのスタジオのようにも見えますが、スタジアムのようにもね。これもメイドさんですね。デコボココンビというか、背の低い方と高い方が二人で並んでらっしゃると。で、よく見たら後ろにももう一人いるような感じですね。まあ、本当は目とかがすごい独特ななんかテイストを出していて、こういう風な特徴の画家さんがいるのかなと思っちゃいます。はい、これは一人で写ってますけども、なんですかね、下に持ってるのはアルトリコーダーでも持ってるんでしょうか。なんか小学生の女の子にも見えますけども、私ですらわかんないですよね。自分でこれね、アートしてるんですけども、何かこういう風な絵を作ってくれて注文出してるわけじゃなくて、ポンとやってるだけですからね。あ、またチアリーダーですね。はい、ついついね、バッテリーが切れてしまったことに気づきませんでした。ちょっと繋げて、またチアリーダーの方からお届けしようと思います。ポンポンがちょっとちっちゃいなというところが気になりますけども、やっぱ躍動感はありますね。元気に、なんか大きな声を出して楽しんでいただいているところを見ることができます。あ、メイドさんみたいな感じで、ちょっとね、なんかこうワカメちゃんみたいな感じになってますけども、カラフルなヘアスタイルと、それからカラリング、まあこれでそれぞれ表現をしているところじゃないかなと思いますね。うん、なんか統一感のあるような、まあいでたちというか服ですけども、一人だけお腹が出てるみたいなところもあります。うん、これもなんかメイドさんみたいな感じですね。やっぱこう雰囲気は伝わってくるんですけども、うん、なんかこの、あれですよね、やっぱこう表情ですかね。心残るのは。うん。その、
ボディラインとかすごくね、ちっちゃくて華奢な感じで統一されてますけども、一体どういうことをやろうとしてるのかってことは、まあ、受け取る方が、それまでの人生や見識で想像するってことになりますので、本当にね、見た人が見たまんまに考えるってことになります。たった一瞬を切り取った絵ですけども、過去から未来までいろいろ想像することができますね。この子たちの日々の暮らしはどうなのかなとかね。まあ学校はどうなってるんだとかね。家庭はどうなんだとか。5年後、10年後はどういうふうになるのかなとかね。どうしてここに4人が集まったんだろうかとかね。はい。あ、これちょっとなんか明確になってきましたね。軽音みたいなのとちょっと違いますけども、集合写真ですか。クラスメイトとの。そんな感じに見えます。まあバスガイドさんが集まったともね、撮れなくもないですね。あ、これはなんかまた映画か漫画かの表紙みたいになってます。意味不明な文字で多分地球上には存在しないような文字で書かれています。まあちなみにワンダーってのが右下にありますけども、ワンダーっていうアプリで、こういった画像って私作ってますね。はい。一人の女の子が堂々と中央に写ってますけどもね。ちょっとこう、胸がはみ出してるみたいな感じですけども。まあこういう風な髪の毛の躍動感とかね、背景との親和性とか、あと頭にもこうお花がいっぱい飾られてますけども、どんなお花かわからないところがね、謎めいてますね。まさに不思議ちゃんって感じです。はい。あ、何人か大人っぽい女性も込みで集まってらっしゃいます。ちょっとまあ意味はわかりませんけどもで意味はね、私たちの方で感じ取らないといけないんですよね。あ、これなんてのはなんかね、あの体育館の中でバスケットボールの試合のハーフタイムで出てきたぞみたいな感じします。統一感の取れたダンスの途中でしょうかね。やっぱ目に特徴がありますよね。目ですよね。で、これはどっか街中の公園でなんかコスプレ撮影会でもしてるんでしょうかね。まあ撮影者はあなたですって感じでございますけども、いい天気ですね。はい。これまたね、雑誌の表紙か単行本の4巻みたいな感じに見えますけども、どういう風に撮るか本当ね、私たちの見てる方次第なんですよ。何でしょうかね。ジャンプのね、ウィングマンの4巻みたいな感じはしますけども。はい。あ、これちょっと顔気が楽になる絵ですけどもね。なんかコーチみたいな人が一番左にいらっしゃって、もしくはリーダーですか。で、3人、4人と何人かの女の子が、まあなんかこう振り付けの練習でもしてるんでしょうか。なんかアイドルさんにもチアガールにもメイドさんにも見えるかなって感じです。これは何でしょうね。コスプレ撮影会でしょ、完全に。コミケですよ。コミケで公園で撮ってるところかなと思っちゃいますけども、どうでしょうか。あ、これは、まあ、今年の夏はこの新作の水着で海に行くのよみたいなモデルさんが、なんかね、東京ガールズコレクションじゃないですけども、花道を歩いてるところを、それぞれ撮影したのを一つにまとめて雑誌の表紙にでもしようかなみたいな雰囲気には見えますけども、どうでしょうか。あ、これも同じような感じですね。なんか、その、美少女コンテストかなんかの決勝戦かもしれません。ちょっとなんか、左から2番目の方、胸から、ふんどしみたいなのぶら下げてますけど、これは風になびいて大丈夫なんでしょうか。ああ、いいですね。クラスの集合写真で、なんか、卒業式の前とかに撮ったのかな？それとも、クラス替えの直後かな？まあ、いろいろとこれも、楽しいところを想像しちゃいます。女の子の仲良しがね、こうやって集まると、一つの輪ができるって感じでしょうか。あ、これもなんかね、5人仲良しが揃って、異世界でこれから活躍していきますよみたいな魔法少女を連想させますかね。まあ、これもね、解説つけようと思えばつけられるんですけども、どのように感じます？なんか鼻と口を描いてないですよね、なんかね。はい、これも、ちょっと、顔だけの人もいますけども、なんかイラストの練習をしている人がいたのかなみたいな感じです。衣装はとっても上手ですよね。はい、これもね、やっぱ独特な雰囲気あるんですよね。怖いような気もしますけども、なんかこういう風な画風があるのかなと思っちゃいますね。はい。あ、凛々しいですね、なかなかね。これだから撮影風景って感じですよ。こんなとこですか？はい、全部見ていただきました。ちょっと長くなりましたけども、こういった、いわゆるね、萌え画じゃないんですけども、
まあ、新しい世代の萌え画になるかもしれません。まあ、全然萌えないとは思いますけどもね。ただやっぱりこう、抽象的であり、どことなく、具体的であり、不思議な感覚のする次世代型のアートには感じましたね。なんか私もね、じっくりと、そういったパソコンで描いたアートを見ることっていうのは、今回初めてですね。しかも自分で描いた作品にここまでね、いろいろと思いをかけることができるというのはね、不思議な感じがします。自分で作ったんですけども、自分で作ったわけではないっていうね。AI が設定して私のものだよって感じで差し出してくれてるわけですから、もしかしたら私の深層心理がこういうところに出ているのかもしれませんね。はい。このシリーズまだまだやっていこうと思いますけども、見てらっしゃる方面白いですか？私は非常に面白いんですけどもね、これで解説動画まで作っちゃうぐらいなんですけども。はい、それでは今回は以上でございます。